どうぞ。おいしい新米がお越しいただきましたよ。はい、どうぞ。おいしい新米ができましたよ。おいしい新米ですよ。いかがでしょうか。7月28日、鹿児島市の大井戸市場で鹿児島産コシヒカリの新米祭りが開かれました。今日は新米祭りやっておりますので、トマス、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このほらお祭りがつってだったもんだから、それで早く来ました。はい、新米を食べたかったです。あ、匂いがいいですよね、新米はですね。はい、農家の方があの苦労された米をですね、私たち消費者がですね、もう一番最初に食べられるということは嬉しいことだと思います。ありがたいことだと思います。本日発売の鹿児島産の新米の名前は何でしょう。さあ、この会場を見渡すとヒントがいっぱい書いてあります。それではおにぎり作り、子どもからお年寄りまでたくさんの人が詰めかけ、大にぎわいの新米祭り。そこで皆さんにこんな質問をしてみました。ご飯は好きですか？ご飯大好きです。炊きたてが美味しいですね。粘りがあってですね、なんかもちもちして美味しいんですよ。はい、美味しいところが好き。そして新米祭りでは美味しい新米を使ったアイデア料理も振る舞われました。このおにぎりはどんなおにぎりですか？梅ちりめん。しそとトビウオの入ったおにぎりになります。黒酢とあと夏野菜とあとお漬物を混ぜて、あのお寿司ですね、酢飯で野菜を合わせてさっぱりと。新米を使ったアイデア料理を食べた人たちは、あ、美味しいですね。いろんなバリエーションがあるっていうのはうちの奥さんは知らないんじゃないですかね。私も初めて食べました。だから美味しかったです。